えとそれではあの、えー、と広島大学の山本からですね、えー、先駆け部分のです、ね、細胞操作の、えーまあ、方針についてご説明させていただきます、えー、先ほどあの宮脇先生の方からご説明ありましたようにこの先駆けですね細胞操作の先駆けに関しましてはクレストでの細胞操作にまあ 応募者がかなり多かったということと、これがミニクレストだけの対応よりは、個人研究で若い人にこの細胞操作の分野で研究を推進してほしいという、そういう方針が立てられまして、単年度ということで、今年度限りではあるんですけれども、細胞操作の領域に先駆けの 領域を立ち上げるという,ふうになりましたこれは募集要項の方からの抜粋になるんですけれども、この先駆け領域ですけれども、これはもうクレスト細胞操作の方針を踏まえた上でです、ね、細胞制御に関する新たな知見と、知見の創出とです、ね、革新的な細胞操作技術。 でこれはあの、えーまあ、操作のツールの開発、えーまあ、細胞操作をすること、えー、ももちろん、えーまあ、重要なポイントにはなるんですけれども、まあ、知見の創出と技術の創出というところに、まあ、意欲的な、えー、若手の方の、えー、研究提案を、えー、望んでおりますで。革新的細胞操作技術の開発というところで言いますと、 まあ先ほど宮脇先生の方からえ極限環境生物というようなところで、まあ、これまで、えー、調べられてこなかった、まあ、非常にあの、まあ、高温であるとか、えーまあ、あるいはさまざ、あ、まな極限環境での,その、まあ、生き抜くためのそういう高度な能力というのを生物は獲得してきておりますので、まあ、そういう能力に着目した 開発というところが、まあ、これまでの既存の概念にとらわれない開発につながるというふうに考えております。でまあそれらのその機能の,そのメカニズムの解明をですね進めるとともに、まあ、その高度な 能力を発揮させるための、えー、技術、まあ、もちろんそのメカニズムから新たな因子が分かってくればというところもありますけれども、1、まあ、つの因子で新しいそのツールとして、えー、成り立つわけではありませんので、まあ、やはり、えーまあ、それらのシステムを導入するというところでいきますと、新しい、えー、技術開発というところが、えー、必要になってくるかと思います。 そこに関連して、ここでは人工染色体技術や合成生物学的手法の導入も有効であるというふうに書かせていただいておりますけれども、これらの開発の中に関連した技術の重要な人工染色体技術や合成生物学のそういう技術開発というところも含めた新たな展開を提案してほしいということになります。 でまあ、この事業は先駆けですので、まあ、やはり、えー、新しいイノベーションを起こすというところが、まあ、重要なポイントにあのなってまいりますので、えーまあ、科学あの研究費補助金のシーズオリエンティッドな部分よりは、まあ、トップガン型の、えーまあ、ニーズをきちんと、えー、意識しながらです、ね、研究提案を作成していただきたいなというふうに思っております。 戦略目標は、まあ、この4つを立てさせていただいておりますけれども、まあ、この1と2というのは、えー、ツールや技術開発には、えー、制御機構の解明、まあ、これはあのインタラクティブにあの進めていくというのが、まあ、コレスト、えー、細胞操作でも、えー、宮城先生からご紹介されておりましたけれども、まあ、これは先駆けでも、えー、同じとなります。で、えー、この開発した操作技術、まあ、あの解明したあの知見からですね、 個体に向けて細胞操作をするような技術開発というのもぜひ取り組んでいただければと思います。4番目の社会実装を目指す細胞操作技術の開発というのは、まあ、これはあの、まあ、せっかく新しい技術を作っていく上で,です、ねえーまあ、きちんとその知的財産を獲得しながら、えーまあ、技術の有効性、有効利用というのを考えるということも、まあ、今後の えー、基礎研究者としても重要なポイントになると思いますので、まあ、4番目に挙げさせていただいて、えー、おります。まあ、ここで、えーまあ、生物の持つ高度な機能として例えばということで挙げさせてもらいましたけれども、まあ、放射線耐性、えー、ある種の微生物が有する高い DNA 修復活性、まあ、こういうのが、まあ、どういうそのメカニズムを持っているのか、えー、高い放射線を浴びることによって、まあ、動き出すような遺伝子というのはきっと えー、ある程度分かってはきていると思うんですけれども、まあ、それらが、えーまあ、どういうふうに、えー、DNA がバラバラになっているのに、きちんと正しい DNA の配列に修復されるかというようなところは、まあ、これはもしかすると新しいその能力を付与する、細胞に能力を付与するというようなところでは重要なヒントになるかもしれません。えーまあ、放射線体制といえばですね、クマムシやユスリカなどでも、 高い放射線体制や乾燥体制というのを持っておりますので、まあ、そういうところに目をつけていく、まあ、これは長年やられてきたことではあるんですけれども、じゃあ、どれだけ解明されているのかといったところで、まだまだ、えー、ツールとして使うという段階には行っていないのではないかなと思います。 この領域ではです、ね、電磁波や音の需要と放出、まあ、先ほどの放射線の感受性というところも関連してきますけれども、まあ、それらに加えてです、ね、音の需要、まあ、音に対して細胞がどう需要していくのかというようなところについても、非常に興味深いところかなと思っております。私自身、発生生物学、分子生物学のバックグラウンドで研究を続けておりますので、 まあ変態や、えー、まあ擬態、特にまあ昆虫の擬態等は非常にまあ興味深い DNA の配列に、えー、擬態をするための遺伝子セットが、えー、まあどこかの進化の過程で獲得されてきたわけですから、まあ、そういうメカニズムがまあ実際にその、えー、使えるような、まあ、細胞操作に使えるような技術開発につながる可能性もあるのではないかと思います。えー、規制と生、まあ、これはあの規制中等が、えー、宿主の えーまあ、生物をコントロールする、えーまあ、ただ、えー、単にそのコントロールするだけではなくて、えーまあ、きちんと、えー、宿主と共に生きていくということが、まあ、どのようにして、えー、獲得できてきたのか、まあ、そういうその、えー、寄生虫を使った、えー、コントロール細胞というのができるようになればです、ねまあ、いろんな応用範囲が広がってく、えー、るのではないかということは、まあ、言うまでもありません。 再生ですね、私はの極秘動物を使った研究もしておりますので、四法動物や極秘動物、両生類を代表とする、これはほのさまざまな生物でも見られる現象でしょうし、植物でもです、ね、再生力が非常に高いですので、植物のリプログラミング等も対象になるかと思います。 えーまあ、植物の研究というのもですね、あのぜひあの積極的に応募していただきたいなというふうに、まあ、私個人的には思っております。で、まあ、これらのユニークな現象を、まあ、解明するとともに、まあ、今のその NGS の能力を生かしながら、メタゲノムや非モデル生物の情報からですね、新たなツールとなる、あるいは、 細胞制御のもとになる、まあ、そういうその機構や関わる因子を同定していくというようなところ、まあ、これは並行してですね、新規の細胞操作ツールの開発と操作技術の開発というところが、 まあうまくく。進んでいく、まあ、ここにあの基盤技術でゲノム編集とオプトジェネティクスというふうに書かせていただきましたけれども、まあ、これはもうあ、ある種の基盤技術、もちろんその組み合わせで新たなツールが開発できる可能性は十分にありますので、まあ、そこを新しいフェーズに持っていくという、まあ、そういうその戦略でいくことに関しては、全然あのウェルカムだと思います。 でインタラクティブにやはり進めていくというところは、まあ、これは本当にあの重要なポイントになりますので、まあ,あの一生懸命作ったツールが、じゃあ,あのまあ、そういうその細胞制御のその、えー、新しいその知見解明につながらないというところであると、やはり研究者っていうのは、まあ、あのそこがあの基礎研究者のいいところであり、あの基礎研究者のいいところであり、 的なその現象の理解というところに思いが強くあることによって初めて、えー、まあ意外なところで新しいツール開発につながっていくということがやはりまあ重要ではないかなというふうに考えております。でまあこれまでのその技術開発をえまあ見ていく中で、まあ、先ほども少し触れたんですけれども、えー、まあシステムを導入するというようなところでいけば、まあ、例えば複数の遺伝子を 同時にある細胞に導入するという技術が、まあ、あのできてそうで、まあ、これは本当にできているのかなというとあんまりできてないんですね、まあ、関連する技術とすると人工染色体技術、まあ、これはあのトップガウンダウン型で、えーまあ、基地の染色体、えー、をこうバラバラにしながら必要なものを再構成していくという方法もありますが えーまあ、ボトムアップ式にですね配列から新たなものを全て作り出すというところも、まあ、まだまだ、えー、できているとはまあ言えない状況ですので、まあ、これらに新しい道を開くような、まあ、キーテクノロジーの導出というやつが重要ではないかなというふうに思っております。まあ、先駆けはあの個人人研究とといいいうことでで、まあ、若い人の新しアアイディアで と尖った考え方でですね、こういうのを作るんだという強い思いをぜひぶつけていただきたいなというふうに思っております。で、個体における細胞操作技術の開発というところで、まあ、最終的にあの個体レベルでこの技術を使うというところでは、まあ、制御のシステムを持った細胞を個体に導入する、まあ、これは微生物であればもうそのものなのかもしれませんけれども、 えーまあ、改変した、えー、寄生虫を入れる、あるいは細胞を導入する、えーまあ、一方で、まあ、個体内で直接ですね、えーまあ、操作ツールを導入することができれば、それはあの新しい技術として、えーまあ、これはの治療等にも十分対応できるような技術になると思います。まあ、ここでもですねゲノム編集とオプトジェネティクスは基盤技術というふうに私が。あの えっと繰り返し書いているのはですね、まあ、新しいものをやはり作ろうという気概を持ってやってほしいというところがあります。あのまあ要素技術を組み合わせて新しいものなんだというあの考え方はもちろん間違ってはいないんですけれども、えー、まそれで新しい本当にあの爆発的にえーブレイクスルーを生み出すことができるキーテクノロジー、コア技術ができるかというとなかなか難しいんではないかなというふうにあの思います。 個体内での、えー、細胞制御技術の導入というところでいけば、まあ、関連する技術とすれば、えーまあ、新規の、まあ、デリバリー技術というようなところも、まあ、これもまた、えー、重要なところになりますので、えー、トライいただければと思います、えー。またですね、オルガネラの制御技術というところも、えー、これはあのぜひ視野に入れた、まあ、申請を、えー、出していただきたいなというふうに、えー、思います。 私としてはです、ね、あの次世代の細胞操作技術に関して、まあ、若手研究者のですね、新しい発想に基づいた独創的かつ挑戦的な研究、まあ、単なる要素技術の組み合わせではない開発というところを目指してです、ねえーまあ、関連する技術をうまく融合させながらということももちろんあのいいと思いますので細胞操作技術の開発と制御機構の解明というところを、まあ、これ相互に 行うというあのそういう戦略で進めてほしいと,、まあ、とは言いましても先駆けなのでいやそれ両方やるのはなかなか1人で難しいんじゃないでしょうかといった場合にも、まあ、それはあの両方を進めていくんだという前提でやはりデザインをしていくということが大事かと思います。 えーまあ、最終的に社会課題の解決に資するような、まあ、そういう開発というところが、えーまあ、今求められているところでもありますので、まあ、基礎研究者として、まあ、それをどこまで意識するかというところはいやいや、まあ、シーズオリエンティッドに進めた方が面白いものができてくるかもしれないんですよということは僕もそれは否定はしないんですけれども、まあ、少なくともこの戦略的創造、えーまあ、推進事業の中ではですね えー、クレジットや先駆けの中では、えーまあ、技術を作ってこれを導出していくという、まあ、意識を少し強めるということは、えー、必要かなというふうに感じております。こちらののは運営方針の、えー まあ、あの基本的なところでですね、あのまあ、これ、変わりうる可能性もありますけれども、年2回の領域会議を基本として、まあ、1回はクレストと、やっぱり連携をしていただくことが重要かなと思います。まあ、失敗を恐れず、果敢に挑戦することを支援したいと思います、まあ、領域アドバイザーの先生方が成長を支援してくれると思います。 先駆け内での連携や異分野との融合、クレストチームとの連携というところも推進していきたいなというふうに思っております。領域アドバイザーに関しましては、研究総括の宮脇先生、私は先駆け担当の総括とクレストのアドバイザー、両方させていただきます。 えー、領域アドバイザーの先生方は、えー、クレストと、えー、同じ先生方に、えー、引き受けていただけて、えー、おります、えー、ジャムステックの、えー、出口先生には本当にあの。 極限環境生物というところで、まあ、新しい機能を持った、まあ、そういうその微生物等から何か新しいものが見つけ出せるかというところは本当に重要なポイントになってくるところかなというふうに思いますので、まあ、微生物を対象とした研究開発というところも、まあ、これはあの重要なポイントになってくると思っております提案に関するまあ留意点としましては 短期的な成果ではなくてですね大きなインパクトを与える、まあ、そういう成果を目指してほしいと細胞操作の領域における研究の推進力と独創性について、まあ、これは本当にあの一番アピールしてほしいところかなと思います。 繰り返しになりますけれども、ニーズを捉えた研究、まあ応用分野への展開も意識すべき、まあ、そういうその研究開発というところも重要ですので、知的財産について、これをいかにまあ論文あの発表する前にちゃんと知財を抑えてというところ、当たり前なんですけれども、これがなかなか基礎研究だけを行っているとなかなかそういうところに目がいかない。 えー、出してしまったらもうあの特許が取れなくなってしまったみたいなことにならないように、えー、あるいはクリスパーで今もめ上げているようなそういうその、えー、特許紛争にならないように、まあ、もちろんそれだけいい技術が、えー、あのできることがまあ重要ではあるんですけれども、えーまあ、その前にきちんと抑えるものを抑えていくというようなところかなと思います。 異分野連携について積極的に進めてほしいというのは、まあ、私自身、あの数学や物理の、えーまあ、研究者の方たちと、えー、ずっといろんな議論を重ねながら、えー、実際に自分が進めてきたゲノム編集の技術開発というのも、まあ、それがあって、えー、初めてこの技術を開発しようというところにつながったという経緯もありまして、えー、ぜひ積極的に、えー、生物学の研究者は、えーまあ、数理、えー、あるいは、えー まあ、データ駆動型の、えー、解析というところを取り入れる、まあまあ、先駆けなので、あのまあ、その部分に関して、えー、自分で一人融合しなくてはいけないというところだと、ちょっとこれはなかなか難しいかなという側面はあるかもしれませんけれども、もう自分たちでやはりそれは、えー、進めていく、まあ、そういうあの気概を持ってやっていただければなというふうに思っております。 えー、予算期間、うんえー、失礼しました、あの研究期間と予算に関しましては、えー、研究期間は3.5年以内で、えーま、研究規模は3000万から4000万、えー、繰り返しになりますけれども、この細胞操作の先駆けは、えー、今年度のみの、えー、募集、10件程度、えー、1期のみですので、ま、詳しくは JST の募集要項の方を、えー、ご覧ください。はい えーまあ、以上で私の方からの先駆け部分の細胞操作の領域についての説明を終了させていただきます。ごご聴ありがとうございました